今回は足がすっきり、むくみも疲れもさよなら、大事な足の付け根にアプローチしていきますよ。長崎市城山町里見メディカルビル2階ライフスタイルクラブに来ています。フィントレご指導は2017年日本一の美ボディに輝いたゆこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう10月も最後で疲れてる方多いんじゃないでしょうか。疲れが溜まってます。そうですよね、はい、もう絶対に疲れを取ってみせます。今回はそんなストレッチをご用意しておりますよ。テーマは、はい、10月のテーマはむくみが取れる下半身痩せストレッチでございます。むくみも取れたいし下半身痩せもしたいです。そう、そして疲れも取れるということで、うん、やっぱり足の付け根ですね、うん、こちら腸腰筋というんですけれども、はい、まあ、骨盤にくっついていますから、うん、腰痛とか膝痛とかの予防や対策にもなる素晴らしいストレッチ、本日やっていきます。腸腰筋を伸ばすってことですね。そうなんです。でこちら伸ばすと当然体の真ん中なので循環が良くなっていきますし、むくみが取れる、疲れも取れる、そして下半身痩せにもつながるわけです。やったー。はい、ということでやっていきましょう。腸腰筋ストレッチ、まずは床に膝立ちで立ちましょう。膝立ち、そうです。次に左足を前に出します。よいしょ。はい、この時膝の角度は90度でいきたいですね、はい、結構前にしてしまう方や遠すぎる方がいらっしゃるので、はい、90度、うん、次に2本のレーンに乗っているようなイメージで、はいはい、結構1本にしてしまうと後からグラグラしてしまいますので、左足のレーン、右足のレーンがあるようなイメージでいきましょう、はいはい、で骨盤まっすぐ、これポイントになりますね、うん、意外に後ろ足の方向いちゃう方が多いのでまっすぐ、そうです、はい、その上で両手をお尻に乗っけましょう、うん、触ります、はい、お尻だけ少し丸めましょう。で胸だけ丸まらないように少しだけまっすぐ、はい、腰反りすぎないようにしましょう、はい、この状態で右の付け根から 2,3 センチ少し前に引っ張られているイメージで前に出します。じゃあ左足が前に行く感じですか。結果的には行くんですけど、もう気持ちとしては右の付け根だけ動かすようなイメージ。ここを動かす。そうですそうですそうです。 お尻は手はお尻に当てています。そのままこの右の付け根を感じたら右手を上げていきましょう、はいはい、ここで優しく左側に倒れます。伸びる。そうなんです。伸びてます。付け根感じますか。付け根がこれでもかって、これ腸腰筋だ絶対これが。そうですそうです。足の付け根すっきりするはずです。しっかりと呼吸して伸ばしましょう。体側も伸びますね。そうです。体の横側も伸びていきます、うんうんうん、あと少し深呼吸しましょう。深呼吸OK です。反対もやっていきましょう。じんわりここがじんわりいきます。はい、すっきりするかと思います、うん、反対も90度90度に立てて行っていきます。2つのレーンに乗っているようなイメージ、骨盤はまっすぐですか、うん、はい、そして手お尻に当てます。お尻だけ少し丸めて、うん、はい、胸は少しだけ上に向けます、うん、左の付け根から 2,3 センチ前に、はい、もうほんの少しで大丈夫です。左の付け根感じたら左手アップ、右に優しく倒れます。あいたたたた、はい、まあ、少しだけバランスを取るのが難しいですけれども、はい、左の付け根に集中してあげて、力抜けるようでしたら指の力も少し抜きましょう。抜きました。はい、左右差もね、いいです。そう、左右差もあるとは思うんですけれども、はい、気持ちよければ OK です。腸腰筋体の真ん中ですね。はい、OK です。ここまでかっていうぐらい腸腰筋伸びますね。伸びます。ここが本当に伸びると日常の姿勢も良くなりますので、うんうんうん、やっぱりまあ姿勢がいいことで、はい、まあ、血流もねしっかりと流れますし、むくみも起こしにくくなります、うん、皆さんぜひ毎日取り入れてみてください。ゆこさんは LINE でも情報を発信しています。 LINE でライフスタイルクラブと検索いただき、最初にアンケートが送られてきますので、そちらお答えいただくと5つの健康になる動画プレゼントしております。ぜひゲットしてみてください。ゆこさん今月もありがとうございました。ありがとうございました。以上ピントレでした。